ゲシュタルト計画報告連絡書第0103号2003年に東京新宿区に出現した謎の巨大物体通称巨人が引き起こした事件6.12事件とその後発生した事象の概略についての見解2003年6月12日に新宿区に現れた巨人については経済的損失は甚大だったものの パニックの規模に比較して物理的被害は軽微だったしかしその後に起こった様々な事象の原因と考えられているため当該事故をゲシュタルト計画記録報告の初回とする巨人および赤い竜が落下した半年後2003年12月に全身が変色し死亡するという奇病が発生白煙化症候群と名付けられたその病は 瞬く間に感染者と感染地域を増大させていったなお原因の一つとして考えられている赤い流についてはその遺外を日本政府が回収したとの情報があるただし記録が残っていないため現在の所在は不明本案件については世界浄化機関から正式な苦情通告がなされている数ヶ月後 東京で拡大した白煙化症候群の患者の中から死亡しない個体が確認されるこの個体は凶暴化して人を襲う性質を持っておりレギオンと命名されたこのレギオンとの戦闘は30年以上続き世界的に人類の脅威となっていった